産予定日が近づいてきたら陣痛の間隔が10分になったら連絡してくださいねって言われたんだけど、うんうん、時間の測り方がよく分かんなくて、分かる、私もね分かんなくて、もうその場でねどう測るんですかって聞いたんだよね、うんうん、陣痛の間隔は痛みが始まってから次の痛みが始まるまで。いたた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 、あ、収まってきた、また来た、痛い痛いの間を測るんだよね。ちなみに陣痛の継続時間は痛みが始まってから痛みがなくなるまで。いたた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 、痛くなくなったの時間だね。そうそう、うん、病院で陣痛の継続時間を聞かれることもあるからすごく役に立つよ。じゃあちょっとまとめよう、うん、いよいよ陣痛が始まると、陣痛の痛みやこれからついに始まるっていう出産へのね不安から結構パニックになることもあると思うんですが、なるべく心を落ち着かせてお産に臨みましょう。頑張ろう。